日本東京都北区西毛原西毛原は東京都北区の町名。現行行政地名は西毛原一丁目から西毛原指定目。住居表示実施地域。郵便番号は 114-0024? 東京都北区の南西端部の武蔵野大地に位置し、都市区との草界をなすかつての山の手の住宅街である。北区内屈指の良好な住宅地として知られる。 地区の北を滝の川及び一部で、王子、本町、岸町、西尾、王子、堀船、栄町及び上中里、南尾中里、西尾、豊島区、駒込及び西蘇賀元と接する。地区の中央を南北に本郷通りが重装する。2000年に府中市に移転するまで、東京外国語大学は西木原に校舎があった。 住宅地の地下は2017年の工事地下によれば、西木原3から40から12の地点で43万1円、平方メートルとなっている。江戸時代に日本橋から日光まで将軍が日光島将軍に参拝するために整備された日光五条堂の一律下が設置されていた。現在の西木原の始祖は1889年の 町村施行時点における北豊島郡滝野川村、大技西ヶ原である。滝野川町は1932年に東京市へ編入され、滝野川区へ移行し、大技西ヶ原は西ヶ原町となる。1947年に滝野川区は大軸と合併式宅が成立。その後1953年に、 町名整理により西ヶ原町の一部が西家元一丁目から四丁目となった。1965年、この西家元一丁目から四丁目をそのまま継承する形で住居表示を施行。1976年には住居表示、未実施であった西ヶ原町の残部にも住居表示が行われ一丁目へ編入。これをもって西ヶ原町は廃止された。 シャレール西ヶ原2017年12月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。都電西ヶ原4丁目停留場下記の内地下鉄南北線と本郷通りは同一経路上を走行している。西家源地内の本郷通り上を通過する系統として、帰宅、コミュニティバス応じ。 駒込ルートが運行されている。西家現地域内の停留所としては、九古賀庭園、花と森の東京病院、一里塚の3つが設置されている。九古賀庭園、ありがとうございます。